大人な雰囲気なの、うんうん、ビームスに似てるけどちょっと違うっていうか全然違う申し訳ない。これでもバーゲンショーズにそっくりなの似てるね。また違う世界が広がってるね。ニートのパンツからばっかりしますよ。行きたいなと思いますので、4店舗目、ロフトマンさん BD というところに行きたいなと思います。何の BD かまだ聞いておりませんけどもね、はい、バースデイヤバースデイではありませんね、はい、行きましょう。シール集めれるかなっていう企画をやっております。まずこのようにショーツがずらっと並んでおりますね。ちょっとなんかあの大人な雰囲気になるかもしれない、うんうん、感じせん。確かにここも2階あるね。忘れず2階も行ってみましょう。うん、あの2階上がるときは声を上げてくださいって言ってもらったんで。あ、わかりました、はい、あとウーホスもやっぱりあります。あ、本当ですね、うん、高高ウーホスはこちらですかね。そうです。でさ、さっき思ったんだけどさ、今度さナイキのココ買ってもらうじゃん。あれ黒じゃん。だからあの色でよかったね。本当だ、うん、このスニーカーとかね、うーん、ビームスに似てるけどちょっと違うっていうね。うん、本当に似てるね。あ、ちゃうなっていう感じ、うんうんうん、ちょっと待って、レインボーサンダルだ。今値上がりしたみたいよ。あ、そうなの。うん、おいくらなの。別にここだけじゃなくてもう全部が日本企画で値上がりしたね、うん、あ、そうなの。14,300円やねんけど、うん、俺ら買った時ハワイは8,000円とか7,000円やったかな。そんな安かったの。そうやで。で、国内でも10,000円とか、うん、あ、へー、10,000円、20,000円ぐらいやったと思う。じゃあどんどん日本で買ってないから知らんねんけど値上がっちゃってますね。これなんて読むと思う。さっきからなんかこのブランド結構あるんだけど、アウバーガーガーじゃない、ジじゃない、アウバージ。ちょっとね、じゃあぜひ。これあれやん、んスニーカーとかさ、やってる何だっけ、エンダースキーマーやったっけ。はじめましてです。スニーカーをレザーで作ったりする、これ有名よ、すごい。で、これもそうやん。それさ、経年変化どうなんの。こうどんどん変わっていくのよ。へえ、すごいいい値段するね。やっぱりそれはそうだ、するよ、デザインもねえ、なめたらあかんやん。ほんとだね、赤色だ。まあ楽やし、だからその色味が派手なのちょっと見ちゃうっていうね、うんうん、どうしても。あ、そうそう、俺らはだからそうじゃない。ありました。あ、ありました。かわいいね、ここにも ね、 ね。あ、レザーもあるやん。ほんとだね、おしゃれレザーだね。うん、ちょっとどこのブランドなんやろ。袋もらうよ。わからない。フーダモイツ大阪のジャンプサイカー。なんかね、アウバージかなんかって書いてる。あれなんて読むんですか。うわ、どれやろ、アウバージ。全然違うから分かんないんじゃない。多分今のところかすってへんと思うんですよ。すいません。どうやろ、かすってないやろな。ねえ、絶対違う。あ、これです、これです。あ、オーベルジュです。全然違う。すいません、申し訳ない。それは全然かすないから分からない。これはどこのブランドなんですか。なんかいっぱいあるなって。日本のブランドさんで、一応フランス語語源なんで読みにくいですよ、ね。はい、英語やったら多分スムーズに入ってくる。そうですよね。これ、何でしたっけ。オーベルジュ。オーベルジュ、はい、おだ、おお、もうすごい、何やろ、ブランドとしてはまだ新鮮なブランドさんなんですけど、この業界歴はすごい長い。ああ、そうなんですね、はい、デザイナーさんが手掛けて貼って。へえ、ありがとうございます。いや、なんて読むんやろなと思って、してもらってて、はい、なんかよくしまってるから覚えててください。確かに、確かに。アウベージじゃないオーベルジュ、オーベルジュ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。 T シャツもあるで、無地 T シャツ。うん、見に行きましょうか。色がある。あ、ヘインズやね。ヘインズの T シャツね、はいはい。またオレンジ。わー、見ちゃう見ちゃう。あ、うん、同じようなやつばっか見てる。またオレンジ。オレンジにとらわれし男や。これでもバーゲンショーズにそっくりなの。似てるね。やけど違うっていう。ね、これバーラップオウアウトフィッターって書いてあるわ。合ってる。おお、よかったよかった。これは英語やってるの。よかったよかった。やめてやめて。オーベルジュじゃない。オーベルジュも覚えたから。オーベルジュ覚えた？なんとなく。何番じゃダメなんだよ、せっかく来てんねんから。そっか、もう多分あと5分後には忘れてる。今だってショーツ買ったやん、うん、アウターも買ったやん、うん、で、サンダル買ったやん、うん、これね、他何買ったっけ。うん、そんなT シャツ買ったわ。オーラリーのTシャツ買ったやん。うん、だから今のとこ全部全身揃っちゃってるのよね。そっか、じゃあサンダルとか。あ、僕大阪なんですよ。あ、そういうこと。もう全然いつでも来れるんですけど、ね、だからめちゃめちゃ喋りやすい。上とかも見ても大丈夫ですか。あ、全然全然。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとすみません、上行かせて大丈夫ですか、はい、上行ってきます、すみません。へ、わお、セレクトやね。
また違う世界が広がってるね。うん、デニムとかね。わお、めちゃくちゃ楽そうなパンツがある。うーん、ジャージっていうのかな。うんうん、でウエストでゴム。おー、変わった素材だね。うん、エンジニアガーメンすごいドヤ顔。エンジニアガーメンズ、エンジニアガーメンズ、エンジニアガーメンズ。怖いぐらいの。だからかと思ったわ。だからいいやつ、いい感じだな。あ、オールデンです。叫ぶな。うんうん。ここにもある、ね。やっぱこのとこ大人っぽいよな。うん、大人っぽいね。皆さんいかがでしょうか。こんな感じのね、大人な雰囲気は、流れておりますけども。いいですね。どうしたらクラシックスタイルっていうのかな。うんうん。こう素材とかもコットンとかみたいな感じの素材で。うんうん、あと形もちょっとなんかシンプルな感じっていうかな。すみません、パンツでね、ニートのパンツとかであったりします？あ、あった。うん、ぜひ履きたいです、ニートのパンツ。うん、あ、これなんですね。へえ、一番定番なラインってどのあたりですか？ここ、ここ形がそのワイドとスタンダードっていうのが定番で、うん、あ、ここはワイド定番ですか、ね。はい、それのね、スタンダード履いてみてもいいですか？すみません、これはじゃあちょっと違う形なんですね、こっちは。あ、こっちでもいいですか？あ、全然どれでも、あの一回履いてみたいんですよね。あ、なるほど。あ、すみません、ありがとうございます。へえ、これでスタンダードなんですね。結構太めな感じしますけど。そうですね、今までテーパードっていう形があったんですけど、今それがなくなった。ワイドスタンダード、テーパードだったんですけど。あ、なるほど。テーパードって一番細いのかな。うん、なんかジーパン履いてみたいな。あ、そうですね、うんうん、ジーパン履いてるような感じで履いていただくと。これリネンですよね、素材は。なんで真夏でも全然するし、なんかアメカジって感じだな、この素材の。うんうん、確かに確かに。あ、すいません、ありがとうございます。こんな感じなんですね。ね、かわいい。もともとブルックスに入った人なんで、うんうん、スラックスとかそういうスーツ、あのパンツを作るのすごい上手いですね。でもそれをこう今着ていただいているような感じで、こうカジュアルに合わせていただくっていうのは。なるほど。まあ、ニートっていうのがきちんとしたっていう、あ、ニートって逆のイメージよな。だらけてるってイメージ。EDT だと歌って役の方なんですけど、AT だときちんとしたっていう。あ、そうなんですね、勉強になる。でも、あの、デザイナーとのスムーズとかもすごい好きなんですけど、パンツだけやっぱりちゃんとした形のシルエットのスラックス履いてたら、スタイリングしたら大人に見えるよ。確かに。じゃあ僕これにしましょうかね。いい感じですもんね。こっち向いてもらっていい？はい。あの靴が今ちょっと変、あの、うんうん、ハイテクになっちゃってるけど、うん、これでクラシックな靴いったりですもんね。あ、まあ、バンズでもいいし、それこそ革靴とかやったらなおさらいいよな。あ、色もそれにするの、うん、かわいいんちゃう、うん、他だってないですもんね。そうですね、そうです。今あんなのこれしかないね。あ、そうなの。ウエストね、僕ね、これなんですけど、いけてます？あ、いけてないと思います。あ、勝負ですね。あ、いい感じですか、はい。これでサイズが40ですか？46。46で M とかですか？そうですね、44、46、48、50の4サイズ。あ、なるほどなるほど。 S、M で言ったら M です。いいですね。でこれ浅いからね、あのふわっとした感じあるじゃないですか、はい。普段コットンとかやったらもうちょっとパリッとした感じですか？あ、そうですね。 ありがとうございます。じゃあこれでいきたいなと思います。あ、わかりました。はい、わかりました。ありがとうございます。何の略なんですか？あ、難しいな。正直もう立ち上げの当初から複数の意味を一応持たしておいて、一番分かりやすいのはボタンダウン。ボタンダウン、こういった永遠の定番、もうほんのにどんなアメカジのファッションにでももう入り廃りなく僕らのスタンダードになるようにっていう説もあれば、もうこれだ、実際名付けた人間から聞いてるんですけど、はい、だ色濃くその血を反映させるようにブラッドの BD、はい、であったりとか、 B と D の間には C があるじゃないですか、はいはい。で僕らやっぱこういう接客業で、他の洋服屋さんももちろんあると思うんですけど、よりコミュニケーションを大事にするっていう意味合いで C 飛ばして B と D の間に C があるっていう、そこを忘れへんようにっていう、この3個が一応有力なんですけど、もうお客さんから言われたら一番初手のものを言うようにはしてます。一番わかりやすいんです。まあ、コミュニケーションではあるけどカスタマーでもある。あ、そうなんですよ。そういうことですね。カスタマーってお客様になる、ね、はい、あのしいってことね。そこを大事にするってこと、はい、うーん、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。その3つで成り立ってください。はい、わかりました。あの、またパンツのカスタマーお願いしてるんで。ああ、なんなりカスタマーお願いします。かしこまりました。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。もう着いたんか。それでは嫁蔵の、サンダルを買い取りに来ました。リターンズ。すいません、お迎えに上がりました。お迎えに上がりました。すいません。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。すいません。
これで間違いないですね。はい、こちらで間違いないです。やった顔すみません、ありがとうございます。あ、すいません。この4店舗全部回った後に知ったけどアプリあったみたい。え、4店舗全部回ってから気づいたけどアプリあったみたい。あ、そうなの。うん、本日の会計は8360円と台場ショーツ19800円とこの店の中で会計してるやつおる計算してるやつ。さっきのパンツ36300円と、はい、一番下でしょ68200円、はい、合計で123万円。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう考えたら冬場ってダウン高いな。確かに一着で一撃で12万っていう。確かに1981いた時一発目、ね、うん、アヌシー買ったよ、うん、これでそれ12万ぐらいする、うん、すいません。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後はね、はい、1981の店長に昼飯聞いて帰ろう。はい、わ、はいはい、かりました。おすすめの昼飯かカフェ。カフェ、はい。よし、呼んどいで。で、店長に聞いといて。いやだ、一緒に行こうよ。ちょっとテレビの撮影許可みたいなの待ってるから、ここで。すいません。あ、はい、いらっしゃいますか。あ、接客中だったら大丈夫です。あ、すいません、無事終わりました。あ、そうですか。ありがとうございます。で、それとね、はい、今ちょっと聞いたんですけど、昼ご飯美味しいとこありますかって。サラさん、あ、やっぱ二人も言ってるわ、サラさんやって。さっきのところ知らん。これですか。あ、そうです、そうです、ちょっとここの店。へえ、あ、じゃあ行きます。あ、ありがとうございます。あのロフトマン帰りにおすすめの飯っていうので出しとくんで店員さんがおすすめしてたよって。すみません、ありがとうございます。じゃあちょっと行ってきます。すみません、すみません、忙しいのに。ご情報さん、ありがとうございました。こっちでこうですね。こっちでこうです。あ、わかりました。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりサラサみたいだね。サラサ、名前も可愛い。うん、で案内開始します。サラサキュン、サラサキュン、これ右ですね。はい、あ、あった、これや。んサラサって書いてる。あ、ここわからない。へえー、すごい。しかも3時までやんちゃってるよ。よかったやん。ね、唐揚げ。私に豚じゃ、あ、さっき唐揚げ食べちゃった。あ、タコライスとかあるじゃん。あ、しかもこれもね、ケーキセットも。え、最高、行こう。やった。やった。あ、まかなんかな、全な。うまー。僕、唐揚げランチ。あなたは？なんか豚肉とピーマンの美味しさ炒め。ロフトマンの店員さんはここは漫画もあるらしいんで、ずっと折れるって言ってますよ。僕、漫画読んでないんで。はい、話聞いてないし。ご褒美のチョコケーキ。さて、うまかった、うまかった。美味しかったね。